名古屋市立船対中学校名古屋中学生5000万円。強科事件とは2000年4月に発覚した少年犯罪。中学生がいじめの概念を通り越して5000万円という膨大な被害金額を一人の中学生から強科で脅し取っていたことが世間から注目された。1999年6月頃、名古屋市緑区の名古屋市立船対中学校に通う。 少年 X は同級生の少年 A から帽子にジュースのシミをつけたことに因縁をつけられて金を要求される。怖くなった少年 X は自分の預金19万円を引き出して少年 A に渡した。その後、少年 A と少年 B は1999年6月から2000年1月までの8ヶ月間に渡って少年 X から金を脅し取っていた。 強括された回数は130回にも及び、多い時には1回の強括金額が500万になることもあり、被害総額は5207万円にもなった。過去には1994年に、同じ愛知県下の中学校で、いじめの家庭で110万円を強括されて最後に、自殺に追い込まれた愛知県西尾中学生いじめ、自殺事件があったが、被害金額の桁が違っていた。 約5000万円という大金を支払うことのできる少年 X の家庭は裕福層に見えるが、強括されていた少年 X は母に金を要求して暴れたため耐えかねた母が自己死した夫の生命保険や預貯金を取り崩したり、親類に借りるなどして金を苦面していた。少年 A らは少年 X をタレントに似ていることになぞらえて金融とバカにして、 預金口座から金を引き出すような感覚で金を脅し取っていた。少年 A らは少年 X から強括した約5000万円のほとんどを遊興費に浪費。オメガの腕時計やアルマーニのスーツなどブランド品を買いあさったり、交際相手の女生徒に少年 X から強括した金と大金を見せびらかし、その女生徒にも数万円単位でお小遣いとして現金を与え、 カチンコやゲームセンターやカラオケや風俗店などに使われていた。また学校への登校やゲームセンター等への移動などには携帯電話にタクシー会社の専用の電話番号を登録しておきタクシーを運転手付きの車のような軽い感覚で電話で呼び出しては頻繁に移動手段として利用して現金で支払っていた。1999年10月には 食い倒れ旅行と称して、大阪府で、フグやカニなどの高級料理を食べた後にブランド品を買いあさり、大阪と名古屋の往復にタクシーを利用する、ありさまであった。そのため、少年 A の中学校近辺のタクシー運転手の間では、少年 A らの豪友ぶりはよく知られていた。また少年 A らは、恐喝だけではなく、理由もなく鼻が骨折するほど殴ったり、 タバコの火を押し付けるといった暴行、暴力行為も行っていた。2000年2月に少年 X は少年 A に無理やり連れて行かれたスキー旅行で少年 A らに暴行を受けて名古屋市の病院に入院。少年 X と同室だった男性患者 Y が少年 X がいじめを受けていると感じた。少年 A らは少年 X の病室まで入り込んできた。 病院の屋上に少年 X を呼び出して金を脅し取ろうとしたが、不信を抱いた男性患者 Y が屋上まで尾行して少年 A らを追い返したため、その時はことなきを得た。男性患者 Y はいじめだけでなく、恐喝をされていると確信する。少年 X は男性患者 Y に暴行と恐喝のことを話し始めた。3月14日、男性患者 Y ので、 少年 X と母親は愛知県警察に被害届を提出。同県警により捜査が進められていく中で事件の全容が明らかになった。4月5日に主犯の少年 A と少年 B と少年 C の3人が逮捕され、5月までに計15人の少年が逮捕された。8月末に名古屋家庭裁判所は少年15人のうち9人に 中東少年院装置、残る6人に保護観察の保護処分を下した。事件の解明が進むにつれ、少年 A は出入りしていた暴力団関係者から強括をされ、二重強括をされていたことが発覚した。また2000年2月頃、少年 A らは強括事件路見を恐れて少年 X の殺害計画すら立てていたことも判明している。事件の舞台となった。 名古屋市立船体中学校は事件当時は生徒数1300人で市内で一番大きい学校であった。事件当時の中学校では生徒同士のトラブルが頻発していた。事件発覚当初はマスコミの取材に対し教頭は入院したことは知っているがいじめや暴行を受けてのものかは把握していないと答えた。また校長は4月6日の記者会見の席でちょっとわからない。 把握していないを連発したが、少年 X へのいじめについてはなかったときっぱり、答えた。しかし、学年主任は、教科つについては修学旅行の一件でいじめに関して、うすうす気づいていたことを述べたものの、その後の指導については、きちんとやっていた、精一杯やったと述べるに止まった。二千年六月十三日、名古屋市教育委員会は、給食中の全校長が原稿、教頭に、 開国の懲戒処分、教員4人と市教委事務局長らも文書勲告や口頭勲告となった。また被害届が出されて捜査が進む最中に2000年3月末に少年 X の元担任だった女性教諭が一心上の都合で退職している。週刊スパより、ありがとうございます。